はい、今日はですね、アナ雪の実験第3弾をやりたいと思います。もうそんなのありました。はい、3回目。あのですね、液体を一瞬で凍らせるアナ雪の実験、はい、大型化してみました。大きいね、これ。大きいですよ。すごいね、うん、しかも今回はね、ちょっと違います。え、まずですね、おジャイア先輩、この中に手をそーっと入れてみてください。俺が、うん、だってなっちゃうでしょ。そーっと入れてみてください。そーっと入れるのね。いきますよ。そーっと入れる。あれ、そーっと抜く。あれ、何にもならない、これ。はい、ね、何もならないですよね、うん、はい、おかしいな。アナ雪の実験でしょ。ね、何もならないですね。ね、はい、おれ、手が大きくなった。はい、うわー、ね、でっかいこの液体も一瞬で凍っちゃうんです。ちょっと手入れてみてください。本当に、あー、あったかい、あったかい、あったかい。そうなんですね、これ別名ホットアイスとも言われていてですね、あったかい氷なんですね。え、うん、あったかい氷。前も説明しましたけど、これ何かっていうと、これ、酢酸ナトリウムっていう薬品をですね、お湯で溶かしておきました。溶かした。そしてゆっくり冷やすことで、本当は凍る温度なんだけど凍らない状態、加冷却っていう状態にしておきました。ジャイアンさんが手を入れた時何も起きなかったのは、ジャイアンさんの手には何もついてなかったから。で、僕がね、手を入れた時凍ったのは、手にですね、酢酸ナトリウムの結晶をつけておきました。あ、もうつけてたの。はい、それで、きっかけとなって凍ったんですね。そうなんだ。この実験ちょっと注意があるんですよ。注意、注意がある。ちょっと触ってみてください。お、あったかい、あったかい、あったかくなります、うん、で、割合を間違えると、うん、やけどするくらい熱くなってしまうので、酢酸ナトリウムと水の割合を測りながら実験をやってみてください。最初の液体の温度によっても何度になるか変わってきますから、 あんまり高いですね、20とか25度とかでやると、まあそれもまたね、やけどしたりしますからね、その辺気をつけてやってくださいね。ということで以上、液体が一瞬で凍る実験でした。